よく来てくれたね。待っていてよ。はい、どうもこんにちは、すごろくです。それではサーモンランネクストウェブ実況プレイやっていこうと思います。本日はですね、ケルビン525、こちらをね、取り扱っていこうと思います。ケルビンね、なんかツイッターだとか、コメント欄とか見ると、なんかよくちょっと使いづらいだとか、難しいっていう意見をよく見るんですけれども、僕はね、そんなことなくて、この武器めちゃくちゃ使いやすくて強いと思ってます。使いやすい。まあ、使いやすいかどうかは人それぞれかもしれないんですけど、まず普通に2点打ちした場合、一発45ですね、45。で、それでいて、まあ、ちょっと連射が遅いと。連射が遅い。まあ一応ね、小ジャケがね、40超えてるんで、小ジャケ一発でやれるんですけど、まあ火力そんな高くないじゃん。スライドもね、スパッタリとかと比べると遅いしっていう意見があるからおそらく使いづらいと思うんですけど、こいつの進化はスライドした後の一点打ちです。見ていきましょう。一点打ちをすると、はい。一発70ダメージに引き上がります。めちゃくちゃ火力上がるんですよ。70って言うと、まあ、今回で言う H3 ですね。H3 と一緒。実質的にはほぼほぼ黒ガロン。なんで僕的にはスライドを持った黒ガロンだと思ってます。70になるとね、一番恩恵受けるのがタワー槍ですね。タワーの鍋は1段、体力60なんで1段一発でやれるようになるんで、タワーの適性がめちゃくちゃ上がります。で、しかもスライドすると、弾ブレがなくなる。2点打ちと比べて弾ブレもなくなるし、射程も長いんで、爆弾を倒すのもすごく簡単になります。ラインがだいたいね、もう3本分ぐらいありますね。そう。ケルビンはとにかくスライドをして使いましょう。僕的には、ただ一回スライドをピュッてやれば火力が上がるんで、別に難しいことないと思うんですよね。まあ、なんか横に移動してね、こう、エイムがどっか行っちゃうっていうのが怖いんだったら前後でやればいいと思いますけどね、こうやって後ろ。または、前。まあ、前行くときは敵に距離詰めすぎないようにね、こうゆとりを持って、やるといいと思います。で、それでいてですね、サーモンランだと、スライドを持ってるのってもうメリットでしかないんですよ。もうとっさの緊急回避に使える。こう自分のね、塗りがまだできてないところとかでも、スライドでこうやって移動することができるんで、サーモンランにおいてスライドはメリットしかないと僕は思ってます。はい。なんで、ケルビンまとめといたしましては、とにかく攻撃するときは、スライドして一点打ちをする。で、緊急回避用に、スライドをいつでも使えるようにしておく。まあ、壁とかを塗りたいときは、そのまま歩き打ち、二点打ちでいいと思います。よし、それでは実戦で使っていきましょう。さあやっていきましょう。場所はムニエル海洋発電所ですね。僕の評価が今伝説40なんで、まあ、ノルマはそこまで高くないんじゃないかなっていうところですが、やっていこうと思います。さあ、いきなり引いたケルビン525。さあ、壁塗りはね、まあ、2点打ちでいいんじゃないかなと思います。まあ、1点打ちの方が、弾ブレがしないんで、まあ、1点打ちでもいいかな。僕は時間に余裕があるときは2点打ちしますね。ドスコイがね、6発で溶けるんでね、すごくいいんですよ。はい。ちゃんと使った後はインク回復。鍋蓋反応難しいな。よいしょ。むずっ。もうこれ、射程あるんで、こっから狙っちゃいますか。オッケー。モグラ入れちゃおう。さあ、敵との距離感を大事にしてね、せっかく射程長いんで。スライド、スライド。そのまま打ち続けましょう。ほい。こっち脇右、1落ち。ちょっと早めにできたらやりたいな。はい。で、2体目は多分僕なんで1回引きましょう。さあ、爆弾槍も得意ですよ。とにかく爆弾だね。射程伸びて弾ブレしなくなって、70だから5発か。弾5発でやれるんで、これはザコやりつつ塗りましょう。ヘビ気をつけて、おっと、ヘビ全然削れてないね。よし。さあ、どうですか？結構ずっと処理し続けてるでしょう。狙えたいが、ちょっと無理 しないとこう。肩パついたのとね、雑魚シャケが多かったので。ほい。スライド持ってるんで、おっと、こういうこともできます。緊急回避でスライドを使う。そして射程長いんで下からこうやって狙えますと、どうですか、優秀じゃないですか。え、いくら落ちてんだけどいくら落ちてんだけど、いや実はね、ウェーブ1の途中でね、なんだっけ、回線落ちした子がいたんですよ。
回線落ちしたんだけど、いくら拾ったまま回線落ちしたからこうなるってこと？なんか可愛いんだけど、動物の森のアイテム床にそのまま置きましたみたいな。なんじゃこりゃ。まあね、そう、ちょっとサンオペになってて、マジ見間違えるな、これ。いくらの足しにしようとしちゃう。サンオペになっててちょっとしんどいんですけど、これ頑張ろう。頑張ってクリアするぜ。お。パワーやってくれると信じて。何返すか。これやってもらうの任せて。お。ノルマ半分いってる。こっからだな。基本的に荒れてきちゃうからな。減らせる大物減らしていきましょう。減らせる大物減らしといて、パワーがまだいる。いや、マジで見間違える。そこの鍋豚やりたいな。あ、ちょ、ヘビやって。ノルマ割とこれでいけるな。あとは、処理を間違えなければ。はい。2個。一発食らったの片パー食らいたくない。飴玉返す。タワーやる。ノルマ終わってる。完璧でございますね。ちゅ、失礼、くしゃみが。さあ、ウェーブさん行くぜ。ちなみにウェーブ1はリッター引いてたんで、ここでケルビン引く可能性はある。ケルビン、カモン。引かねえ。引かねえのかよ。じゃあ、お頭戦だな。お頭戦で、サウンオペお頭戦ってあんのかな？いや、あるだろうけど、やったことないな、そういえば。ちょっとそこでケルビン引いて、頑張って倒したいな。あー、なるほどね。おっと、ダメだね、帰ろう。これはさすがに、無理できない。いまだにあんのかよ。さあ、正面の蛇、やっていくか。カゴマに寄ってるものがないのが怖いな。ずっと右にいるな。で、これでもう打ちまくろう、一回。カゴマにいくらがないんで、これで作らないとまずい。これ、玉拾い運ばせよう。カゴ前通るやつだったんで、いらんやつはやっとく。起動させる。また出てるな。お、一回納品タイム。弾かれたな、ボム。くそ、うわ、マジで落ちてるやつ見間違えるわ。いくらはあるんで、うまいこと納品しましょう。あそこで死んでるノラちゃんはちょっとまずいな。で、このヘビやっちゃって、はい、オッケー、よいしょ。うわ、危ねえ。てかケルビン引かんやんけ。ケルビン引かんやんけ。これ頑張ったからなんとかして映像に残そう。さあ、ようやっと引いた、ケルビン。525。真っ青なボディがかっこいいね。さあ、艦長ですね。艦長ヒール、ノルマ15、私、ホップソナー。艦長はね、長射程が単純に強いんでね。こっちからやるか。ナイスナイス様。これも一回破壊しちゃって、運べるの運んで、戻ろう。爆弾、残っちゃってんな。これ長射程生かしてやります。そこに投げよう。で、一回打ち出しちゃう。で、できれば引きたいんだけど、引くタイミングがないな、なかなか。はい、かわいあり。これはまだなるべく入れないとくか。止まらんねえ。これ邪魔だから入れちゃおう。おっと、お、これはインク回復使います。お、で、ザコチャケも衝撃波でやって、タワーもやる。さあ、ヘビーいるんで帰っちゃいたいが、
戦えてるね。ノアちゃんたち多分結構納品意識高いから、ちゃんと納品適度にしてくれてるわ。じゃあ撃ちまくりましょう。じゃあ大丈夫だ。で、その鍋ごとやりたいな。ただ、ちょっと無理できない、こっちからだと。ここ。はい、スライド便利。よいしょ。鍋蓋もね、飛び乗るときにスライドすれば、上で一点打ち状態を作り出せるので、飛び乗るときにスライドしましょう。登ってからスライドするとね、ちょっと、まあ、できなくないけど、多分、乗るときにやった方が安全だと思う。はい、こんな感じでね、雑魚処理もできるんですけど、やっぱ、インク今切れたじゃないですか。打ち続けるとインク切れがやっぱり、あるんで、一点打ちのインク管理には気をつけましょう。はい、じゃあせっかくなので最後ウェーブ3までやっていきますか。僕はブラスターですね。クラッシュブラスター、霧か。霧、ポップソナー1、艦長。さあ、霧は視界も悪いから難しいよ。モグラいるね。鉄板もいる。初動は寄せられるやつで、ノラちゃんも寄せてくれる、ん？なんか変なとこ行ってたな。お尻あげましょう。ヘビ、うっ、ちょっと待って。あ、動機ずれてそうだな、これ。雑魚処理をしつつ、はい、うん、めちゃくちゃずれてるね。で、これ塗りましょう。はい、ちょっと危ないそのサメナイスだね。納品はね、早めに終わらせた方がマジで楽なんで。 OK、 終わり。処理しましょう。もう全部納品終わったら、カゴに寄せなくても平気だから。爆弾2体か。それは面倒だな。おっと。ほい。鉄板止まっててもろて。はい。危ない。いや、ホップソナーが強い、やっぱり。このごちゃごちゃしたところをね、足止めできるの本当に強い。脇ポイント近いんで気をつけて。よしよしよし、これカゴ前まで寄せてたら相当稼げてんだろうな。10個いくらだいぶ出てないこれはい、ということで、まあ、ケルビンの動画だったんはい、ということで、まあね、最後ケルビンじゃなかったんですけど、ケルビンの使い方でした。どうでしたでしょうか。映像を見る限り、あれ強くねって思ってくれたら幸いです。使い慣れてない人もね、ポイントといたしましては、基本的にはスライドして一点打ちで攻撃する、これが一番大事ですね。で、その他にも、スライドはね、緊急回避に使えるんで、危ない時とかはね、スライドに使っていきましょう。インク管理もね、しっかり気をつけるようにしていきましょう。ケルビンはね、強いんで、ぜひたくさん使っていてください。それでは今回これで終わりになります。ご視聴ありがとうございました。また次回お楽しみにお待ちください。それではお疲れ様でした。またな、バイバイ。いやー、サマピしんどかったね